タンから全開の V フラッシュ。さあ3人は足を入れ替えながらゆっくりと回っていく。4台の立ち乗りの上の立ち乗りスタンディングウィリーサーランド倒立。そして巧みにアクセルをかわしながらドリフト中に動きを変えていく。12オークロック、ここからアクセル方向に手を集中させたスタンディングサークル、ホイールタッチ、ぐるぐる回っていく。すさまじい最小半径、そのまま手を全て入れ替えながら体を自由にシャローウィンからフラミンゴ、フラミンゴのような体勢でウィリーサークル、フラミンゴウィリーサークル。そしてオートバイと踊ってるようなこのくるくるとしたパフォーマンス、うまく避けてくよね。これだけの前回からのストッピー、高い高い高い180までしっかり。おっと今一度2人乗りで浮かしてきた。そしてそのままウィリーサークル、タンデムの状態、2人乗りの状態でくるりくるりと回していく。そしてアスファルトタッチ、凄まじい荒技、こちらでもストッピー。これね、本当に安全なところでね、誰か仲いいお友達と試してもらいたい。左右に操作を分けるとどれだけ難しいか。さあ前回からこれもストッピー上がってきた。そしてバーンアウト、ブチヘッドアップ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 。さあ今ラファルを上げていく、ラファルを上げていく。琉球からヤビク隊、そして日本のカムマスターテルヤノリト、4人のライダーに大きな拍手をお送りください。Come on.